全国のニュースでもお伝えしたマスク着用の緩和について、福岡県内でもさまざまな施設などでルールが見直されています。福岡空港では今朝、利用客の多くがマスクをつけた状態で搭乗手続きを行っていました。知ってますけど、予防のためと、あと職場的にコロナにやっぱりかかったら迷惑かかってしまうので、そんな別にもう気にしてないですね。航空各社では今日から機内でのマスク着用を乗客の判断に委ねるとしています。一方、福岡市の中央区役所では窓口業務の職員全員がマスクを着用していました。高齢者も多いので、そういった重症化リスクの高い方への配慮というところを考えて、着用しているんじゃないかと思います。県はマスクの着用を個人の判断としていますが、医療機関や混雑した電車やバスなどでは着用を推奨しています。